なんだろう。今日はですね、一番わかりやすいものからいきますと、ハンバーガー。ハンバーガー。ハンバーガーはアジフライのハンバーガーです。そして、まあ、修善寺のわさびを使ってアクセントにしておりました。そして続きまして、どちらだ、ね、あ、ハンバーガーですね。これですね。はい。どうこれ。ああ。そしてここからこっちです。そうです。はい、皆さん一つずつございます。はい。そしてですね、黒いプルプルっとされたものわかりますかね。これ？そうです。こちらアマゴです。アマゴ。結構大きいですね。これぐらいあります。川魚です。あのこちらクリームチーズ巻いてですね、アクセントにしました。そしてそのスプーンの上にこう乗っているものがあると思うんですけど。はい、これはのジャンボンペルシエといいまして、フランスのブルゴーニュ地方の郷土料理ですね。それを今回、アマリのシャモを使って、ご準備したんです。なので、アマリシャモペルシエ。アマリシャモ。そして続きましてが、イカ飯。どこですか？これですか？そちらです。これかな？そうです、そちらです。これですか？そうです、そちら。イカ飯で、中に今回はターメリックライスですね。そして、周りをイカで巻いてご準備しました。最後に、エビです。赤い椎茸と、あ、それはあの食べれない。そう。これ？違う一番左のやつ。そう、そちらですね。こちらと。そう。そちら今回椎茸と赤エビを一緒に合わせてご準備いたします。ここ取って食べる。そう。あ、取れない。取っていただいて。あ、取っていいんです。いただいてそのままパクッと召し上がって。あ、そう。取っていいんだ。はい。そして取っていただいたスプーンフォークはお皿の上に置いていただいて結構でございます。あ、ここにもう置いていただいての。はい。ではご一緒にお楽しみください。ありがとう。これなんです。こちらの飾り、デコレーションで。なんか取れないのは食べられない。そう、分かった。地元の人間はトロボッチと言っているお魚です。駿河湾のトロボッチ。トロボッチ。はい。トロボッチ。トロボッチ。見たことない。そうですね。あの方言なので、一般的にはあのメヒカリという名前の方が。あ、メヒカリ。うん、なるほど、なるほど。メヒカリ。目が光るんですけど。メヒカリ。はい。うん、それも初めて聞いた。あ、本当ですか。うん、で、このそれを生のお刺身です。はい。はい、あの普通はあの唐揚げとか塩焼きとか火を通して食べることが多いお魚なんですけれども、まあ、地元ならではということで、あの新鮮な状態のいいお魚が手に入ってますので、生のお刺身で今回はお願いしました。で、どういう味付けですか？こちらはあのバルサミコのビネグレットソースでございまして、そのお隣にバトン状に切り出した根野菜とリンゴにハーブを合わせたサラダを添えております。あのお刺身をサラダ感覚でどうぞお召し上がりくださいませ。楽しい黒や。これは何のパンですか？こちらはライ麦のパンでございます。ライ麦。うん、ライのね。はい、こちらがあの下田の契約農家さんから届いた柑橘を皮ごと使った特製バターです。パンにつけてどうぞ楽しんでくださいね。これは前のパンと違うな。エビフライ。エビフライ。エビフライ。はい、駿河湾の赤座エビ。え、あの駿河湾の何エビですか？赤座エビ。テナガエビと。赤座エビ。赤座エビ。テナガエビ。はい。テナガエビ。キャンピと言いますね。それを揚げた。エビフライ。ボール型にしてエビフライみたいな。はい。そしてこちらがあのソース。これはどういうソースなんですか？こちらはあのエビフライに欠かせないタルタルソースを分解してエビの出汁と合わせて再構築いたします。手が込んでるね。ありがとうございます。これ卵かなと思ったけど、タルタル卵です。はい。あの今ちょっとやってください。うたこさんというですね、あの地元天城に住む女性の方が育ててる、鶏の卵をポーチドエッグにいたしまして、その下に
あの刻んだケッパーやピクルス、うんうん、エーシャロットなどを薬味を敷いてエビの出汁を合わせてます。で、私はこれからですね、まあ、このようにどんどん崩してタルタルソースを完成させます、うん、それでタルタルソースを作ってるんだね。いろいろ考えるね。言われてもなかなかわからないかもしれない。エビフライとエビがどっか行ってない。エビを潰してあるの、それは食べたらわかるわけです。エビはあの潰してなくてそのまま丸めて衣をつけてあげて、叩いたりとか潰したりしてないんですよ、はい。おお、アシラガエビやったの、赤ザエビ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 ってどんな、はい、手がこう長いです、ね、あ、そうです、あの毛長エビと思います。毛長、だから足長エビじゃない、足長で毛が長い、これが長い、あ、そうです、そうです、はい、こうじゃなし、こうじゃなくてこう、そうですね、長いです、はい、次にお召し上がりいただくキノコたちでございます。すごいいっぱい、はい、あの少しずつですが全種類お皿に載っております、はい、これ何ですか、どちらですか、でかいの、まあ、こちらはあのポットベラというジャンボマッシュルームです。あのマッシュルームなの、これマッシュルームです、はい、うん、あのまあこちらと一緒ですね。あ、そうなん、それ3日ぐらいでこれぐらいの大きさになって成長が入る。イタリアから来てのポートベラ。ポートベラ、うん、はい、これ何ですか。こちらはあのトランペットだけ輸入物ですね、うん、やっぱし、はい、見たことないな、トランペットマッシュルーム、アメリカである、あ、ございますか、うん、はい、私食べたことのないもの、選ぶんじゃないよ。あ、そうなんか。ただあの料理する前に見せてる、はい、でも全部一応使うのよね。全部載せますので、うん、ね、はい、ちょっとずつ、それでわらがここにあるからわらって書いてあった。あ、はい、あのわらもお料理の香り付けに使ってます。こうしとくと香りがついてきてるわけやね。なんか料理の中入る、料理の中にわら、あのスープ仕立てなんですけども、うん、そのスープにいぐしたわらを入れて、うん、わらの香りを、うんうん、あ、で、で、出来上がったものをこれから、うん、全種類、そっか、あ、いい香りするわ、何か知らんけど香りがいい。はい、いろいろなキノコとその上に、うん、あの藁で香り付けしたフォアグラをラビオリにしてます。フォアグラが入ってる、はい、フォアグラが入ってる、ちょっとだけ入ってる、うん、いや、ちょっとだけじゃないよ、しっかり入ってる、うん、でもこれだけで。そしてこちらはこれからお削ぎします。はい、キノコとワラのスープです。あ、ワラ入ってる、はい、あ、そう、キノコとワラのスープ、はい、これをこちらにお削ぎ、はい、かけて、このスープもいただくわ。あ、スープもご一緒に召し上がってください。これは流行りでおいたり、はい、あの食べないように。キノコと藁のスープ。しっかりキノコの旨味が出てます。あ、うん、これマッシュルーム、生の。あ、生のマッシュルーム、この生の、はい。これはここやっぱり入れて食べる。そのままでも。このまま美味しいですね。そのまま美味しい。はい、マッシュルームって生で食べた、食べてみたらいい、いい、だからよかった。はい、今日はあのシスからプレゼント、はい、ズガニですね、木ズガニといいまして、地元の川で獲れたカニです、うん、上海ガニの種で渡りガニの種ですね。これを今回はあのビスクのようなイメージで、上にはプラン、洋風の茶碗蒸しにしたものと、あとは一緒に泡も添えております。泡ね、泡です、はい、あの召し上がるのは上の部分ですね、下はあの飾りなので、これはズガニなんですね、ですこれを見ながらこれを食べます、はい、これズガニ、あ、下にこれが、ズガニって手が黒いんですね。そうです、あの手が生えてる、皮の毛が生えてるんですね、皮のカニ、はい、
手だけがここに手が黒いあこれ体と手開けちゃったら出てきます。ええー。ねえ。これを体体や。こうなってる。これを見ながらこれを食べる。これを出汁にとってあるんですね。これくっついてるの？これ体にこう。くっついてないですね。こうやって開けれます。あらまあ。あら。あら。動き出す。ちょっと見せて。動き出す。缶みたい。その時僕捕まえます。いただきます。甘だい。そうですね、甘だいです。はい、甘だいは、ポワイなんですけど、甘だいのお魚の上に黒米です。黒米、古代米ですね。修善寺で育てる。あ、黒米ね。あの真っ黒な黒米を今回は一緒にですね。こう上に乗せて香ばしくやってありまして、そしてお酢は黒米をベースにですね、貝の出汁を加えて、お酢に仕上げまして、上にはペコロス、片までもと、あとは石川の加賀野菜の金時草です。金時草です。おひたしとか、あとはチップスにして一緒に添えております。これは何ですか？ムルガイ。ムルガイで、この玉ねぎ、そう、それが小玉ねぎ。小玉ねぎ。ペコロス。そうです。今日は甘じしゃも。甘じしゃもはこちらのしゃもですね。はい、胸肉ともも肉2種類の調理法でお楽しみいただきまして。はい、これね。そう、しゃものこっちね。お肉の旨味たっぷりの。胸肉ともも肉。どこもも肉？ここの中にある。あの葉っぱの。もも肉。あ、なるほどね。これは食べられない。召し上がります。ナスタチウム。ナスタチウム。おつさです。甘ぎしゃも。そうです。甘ぎしゃも。甘ぎはもうこちらの。これはどうやって炙って、でなんかあの焼い。こちらはローストですね。ローストオッケー。あの皮なので皮の表面がしっかり香ばしく仕上がってます。はい、そして奥にあるのがこれバターナッツかぼちゃと言いまして、かぼちゃみたいなあの形の、はい、かぼちゃになります。ね、そして、かぼちゃの真ん中にはこれカカオのオイルとカカオのジャンブルですね。あのカカオこう生地をこう潰して、はい、あの食感を楽しんで、はい、お二方は伊豆牛です。伊豆牛、あの東京都内でほとんど出回らない、地元で蒸し上がらなくなっちゃうあのお肉なんですけど、はい、あ、じゃああんまりこうあのたくさんいないんです。そうです。生産できない。そしてさらにあのリブロースの部位なんですけど、赤身が美味しいお肉。リブロースなんですけど、赤身が、そうなんです。リブだってもうちょっとね、脂身があると思うんですよ。脂も。そうなんです。でもね、全然そういった風味もなくて、そしてお肉の旨味のソースと、あとは、ネセロリの間に、プロトリン、そして牡蠣ですね。あと牡蠣酢のアクセントですね。このオレンジがどこ？これはカチズです。カチズ、カチズとあとはホワイトビネガーを一緒に合わせてカチズのビュー。そしてこの四角いのがカチです。カチ。はい。ご一緒に楽しんで。あ、ごめんなさい。これはネセロリです。セロリの間にトリュフを挟んでます。下にこうピューレ状になってるネセロリ。これはネセロリ。そうです。伊豆牛ってそんなあんまりできないということは、はい、その A あのランキングとかはないんですか？はい、そっかそっか。ありがとう、いただきます。ちょっと待って。梨でございます。梨。はい、スライスした梨をコンポートに出しまして、その下に梨のシャーベットと、梨の小さく切り揃えた角切りと、一番下がジャスミンのムースを敷いてございます。うん、周りは秋らしくですね、落ち葉に見立てたザクロの赤いソースと、ジャスミンの薄いクッキーでございます。クッキーです。はい、ジャスミンの。これどうやって食べられます？はい、私も詳しくはパティシエに聞いてないんですけど。すごいね。やっぱりいますよね、ここにパティシエ。パティシエおります。はい、ここ専門の人いるの。すごい。はい、シェフがこうイメージをパティシエに伝えて、パティシエが形にして仕上げます。すごい。ありがとう。いただきます。これから食べようか。すごい染みた。
チジクと栗のテリーヌ。栗の何？テリーヌ。テリーヌ、テリーヌね。あの羊羹みたいに。はい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 。あ、これが栗とイチジク。そうです、はい、おお。そして左側がもう主にゆずです。ゆずですね。ゆず、はい、この泡がですか。そうです、あとアイスクリームもゆずです。ゆずのアイスクリーム、あ、これは何ですか、はい、ちょっとそれは食感を楽しんでいただくために、うん、ちょっと食べてびっくり。それもゆずなんですか。それもスポンジみたいになってるのかな。エポンジセッシュってフランス語で言って、え、なん、エポンジュセッシュ、エポンジュセッシュエポンジュっていうのはその通りスポンジですね。エポンジュセッシュっていうのは乾いたスポンジなので食感を、ね、お楽しんでいただく。エスプーマって特別なこう機械があるんですけど、それを入れてチンすると蒸しパンみたいな、それを乾燥機にかけて。なるほど、蒸しパンを乾燥したような感覚。感覚的に、はい。お菓子、これは全部お菓子、これはいな、これキーやね、これはキーやけど、差し込んであるのがお菓子、はい、あ、でもこの茶色のは違うね。茶色のも食べられます。あ、そうなんだ、ね、茶色の下に、うん、こっちコレートやな、コレートかも、コレートです。中にリンゴが入ってます。リンゴ、あ、じゃあこれ、ミノムシ、ミノムシ、はい、ミノムシになります。ちょっと待って、じゃあ説明お願いします、はい、まず器ですね。こちらもシェフの、え、器ってどこ、器というかこの、あー、はいはいはい、入れ物、入れ物と入れてないですけどね作品、作品、はい、シェフの作った作品、これ作られた、シェフが作った、はい、アイデア、デザインしたの、デザインして誰かが作る、いえいえ、この自分で考えて、自分で削って、削って作ってます。いやミケランジョロじゃない、はい、つむじ風をあのイメージしてね、こう葉っぱがこう風で舞ってるイメージで作ってます。うーん、こちらにお菓子を乗せずにかけて、ミノムシのチョコレートですね、中にリンゴが入ってます。これあれです、チョコレート、チョコレートです。リンゴが入ってるんだ、リンゴが入ってる。そしてさつまいもの小さなバームクーヘン、そして、パリブレストというあの車輪型をしたシュー生地のお菓子です。え、これドーナツみたいな、はい、これがシュー生地、シューみたいな、ね、あ、そっか、はい、で中はナッツのクリームでございます。いいね、はい、コーヒーでご一緒に楽しんでください。